今日は箱根仙石原にある箱根ガラスの森美術館、華麗なるバロビエール一族展に行ってきました。バロビエール一族とはベネチアングラスの歴史上最も有名なガラス職人の一族。15世紀初の透明ガラスを発明したアンジェロから19世紀風にそよぐグラスを製作したジュゼッペまで数々の技法を発明し、ベネチアングラスの発展に貢献しました。本展は美術館が所蔵する風にそよぐグラスほか、歴代の名工たちが製作した約80点に及ぶ作品を紹介する展覧会です。まずこの展覧会の一番の見どころは、19世紀に活動したジュゼッペ・バルビエールが生んだ風にそよぐグラスです。このグラスの絵は糸のように細く今にも折れそうですが、うまくバランスをとりしっかりと自立しています。1895年に第1回ベネチアビエンナーレに出品され、大変な関心を呼びました。実はここに展示されている風にそよぐグラスは全部で7点、すべてがガラスの森美術館の所蔵です。このグラスはベネチアではもう1点しか残っていないということです。それを考えると、この箱根に7点も作品が残っているということは非常に奇跡的なことであるとわかります。またここではジュゼッペ自身のデザイン画と実際の作品を見ることができます。こちらは20世紀バロビエール工房が模索した新しいガラス表現のセクション。それまでの繊細で華やかな作風からモダンさを前面に押し出し、アールデコなどの美術の潮流を取り入れた新しい美の価値観を見出していた頃の作品群です。15世紀中頃、アンジェロ・バロビエールは錬金術師の下で研究を重ね、水晶のように透明な美しいガラスを作り出しました。娘のマリアも色を何層にも重ねたガラス棒を開発。それによりカラフルな絵付けグラスや繊細なレースグラスが生まれました。箱根ガラスの森美術館はベネチアングラスの専門美術館として22年前にオープンしました。ベネチアの貴族の別荘を模したという美術館は、素晴らしいおもてなしの精神によりそのリピーター率は 50% という驚異的な数字を叩き出しています。四季折々の花が咲き乱れる庭園、太陽の光に輝くクリスタルガラスのオーナメント、本場のカンツォーネを聞きながらいただくカフェレストランでの食事は、旬の食材を使った美術館のオリジナル、ベネチアの街のように作られたミュージアムショップでは5000種類、なんと10万点もの商品が並ぶという充実ぶりです。この美術館をここまでにしたのは岩田正孝館長、元大丸百貨店の美術館事業で日本で初めてアンディ・ウォーホールを呼ぶなど伝説の展覧会を数々手掛けてきました。箱根の美術館というとテーマパークのようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、一度来れば誰もが好きになることを受け合いのとても感じの良い美術館です。秋には素晴らしい紅葉も見ることができるということです。ぜひ一日ゆっくり楽しむつもりでいらっしゃることをお勧めします。